はいどうもリントです。今日は自作フィギュアの紹介です。少し久しぶりにはなるんですけれども、自作フィギュアをねまた作り変えましたので、ちょっとそちらの方をご紹介させていただいて、ちょっと何本かに分けて動画でちょっとフィギュアをね紹介させていただければなと思います。ということで今回は、ドラクエの、リントフィギュアですねを、紹介いたします。はい、まあどこがリメイクされたかというと、顔を変えたっていうのは結構前の動画でね、ちょっと見せてはいたんですけれども、まず顔自体を、ピコニーモ、の素体を使って、作っています。そして、まあ、顔もね、表情を何個か変えられるようにしてあって、これ、硬いな。よいしょ。硬いな。硬いな。こんな硬かったっけ？はい、こんな感じでね撮って顔がね全部で1、2、3、4つですね。こんな感じで4つの顔があります。なんか普通のちょっとニコッとした顔とちょっと怒ってる系の顔と、笑顔と、すまし顔ですね。はい、という感じです。目に関してはガンダムのガンダムマーカーですね。の白と、黒。ブラックを使って、あと目の中の色は、ゲーム上紫にしてるので、マッキーの紫を使ってます。で、白で先にホワイトでベース塗って、輪郭を取るときが、目の輪郭を取るのに、墨入れ用ではあるんですけれども、このグレーのやつ使って、輪郭取って、輪郭取った後に目の輪郭も取って、まあ、塗り方としてはここをね、まあ、ここか。よいしょ。ここをね、真っ白に一回塗って、なんかいいやつあるかな。これがいいかな。輪郭を取って、この周りね、周りを、そのグレーのやつ一回輪郭を取って、ここも輪郭を取ります。で、その後に、真っ白の部分を、紫で一回全部塗って、乾いたら、黒目を塗って、あんま見えないんだけどね、黒目ね。黒目を塗って、真ん中の黒いところ塗って、そして白い点々をつけるって感じかな。この光沢のところね。で、眉毛を描くみたいな形で描きました。はい、なのでそんな感じになってます。なんか爪割れてね。あ、大丈夫だった。はい、という感じですね。で、塗っています。で、今回もう一個変えた点があって、もともとピコニーモの、体をね、使ってたんですけれども、ちょっと、いろんな動きに対応できるようにっていうことで、実はこの中なんですけど、一応脱がすとね、ちょっと下着をつけてみたんですけども、爆乳にね、ちょっとなってるんですけど、ちょっと脱がすか。恥ずかしいけどね。なんかここを脱がすかとか言うとなんかねエロい感じになるけど、そういう目で見ないでくださいね。別にそういうつもりではないです。爆乳になっちゃったんですけど、中が実はこれ SH フィギュアーツの、ボディちゃんですねの、矢吹健太郎さん、トラブルとか書いてる方の方が監修している、やつを使用しました。なのでちょっとお胸がね、お胸がすごいことになってるんですけども、まあお胸はねちょっとすごくいいことになったので、ちょっと着せ替えするときにちょっと合わない服が出てきたんですけども、それで、やった結果めちゃめちゃ動くようになりました。関節自体もかなり硬くって、ポージングもつけやすい状態なので、ただ顔がピコニーモのそのやつをそのまま使ってるので、無理くり首にこうくっつけてはめたんですよ。ここピコニーモの、首のところの関節ですね。ちょっと他のやつでやる見せましょう。ちょっとこっちがフィギュアなんだけどね、これはね後でね紹介させてください、他の動画で。このピンのこの中ですね、これを半分ぐらいここで切っちゃって、ここをね切っちゃって、この SH フィギュアーツのここのボディちゃんの首のこの中にこれをはめて、その上にこれをやってるので、ちょっとね首がぐねんってたまに重力でね、でただでさえちょっと頭でっかちって大きいので、ちょっとねあれなんですけど、
という形で、行っています。で、まあこの子はね、私がどっかこう買い物行ったりとか、ちょっとした旅行でもないけどね、遠出した時とかに一緒に連れて行って、自分の自撮りをねするのはあまり好きではないので、自分の写真を撮りたくは特にはないので、基本的にはそのこの子をね、その背景の前に置いてこの子を撮って、まあある意味自撮りみたいなね形で使っていこうと思っています。で、ボディをねこういう風にした結果なので、いろんな服もね結局作ったりしていまして、そこも少しだけ紹介させていただこうと思うんですけども、こういう風な形でね、着せ替えできるようになってますね。こんなのとか、これは浴衣風ですね。これはね自分で作りました、浴衣を。この帯とかもね、こっちはねもともと売ってるやつ、あのアゾンさんかな、アゾンさんで販売してるやつですね。でこれアゾンさんで販売しているメイド服のやつに、あとこれにネルゲルの服を着せることで、ちょっとネルゲル風の服を着せることができたりだとか、あとは普通にこういう感じの服とかね、ただこれねリントに着せるとあれなので、リント以外で着せようかなと思ってますね。あとこういう感じで、ちょっとねあのナイトメアビフォアクリスマスのジャックっぽいんで、ジャックのお面作ってたりとか、あとはこんな感じですね、こういう風な服とか、まあ普通の服が多いかな、うん、っていう感じですね。ちょっといろんな服買ってはいるんですけれども、あとはね今王者のコスプレをさせるための服を作ったりしてます。あのライダー少女をこの子でやろうと思ってて、今この服の上に王者っぽいのを作ろうかなと試みています。ただまだ作ってないんだけどね。なのでちょっとライダー少女風のものとかね、これはネルゲル用だね。ネルゲルも後でちょっと違う動画でご紹介させていただくんですけども、ネルゲル用に、豪快レッドの服を作ったりしましたね。あとはディケイドでしょ、あとはキリアさんねのジャケットとかですね。あと王者のこのちょっと革ジャン風のやつをね、こう着せたら革ジャン風になるってやつねとかを作っています。まあその着せ替えしたやつはこの後ちょっとスライドショー形式でねちょっと動画作らせていただこうと思ってるので、そちらのこの後の続きで見ていただければなと思います。はい、今回はねちょっと簡単ではあるんですけれども、こちらのリントのね、リメイクしたものをご紹介させていただきます。では、この後また別の、フィギュア紹介の動画でお会いいたしましょう。以上リントでした。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので概要欄よりフォローお願いいたします。